レミントン MSR は、レミントンアームズ社製のボルトアクション方式狙撃銃で、ある。アメリカ軍からの要請で、レミントンアームズ社が開発した、ボルトアクション方式狙撃銃で、2009年に発表となった。MSR は、モジュラースナイパーライフルの略称で、モジュラーの名の通り簡単な作業で、レシーバーの部品及び重心と口径の交換が可能になっている。 アメリカ陸軍及びアメリカ特殊作戦軍にて2013年3月にマーク2 1 p s r の名称で7億9700万 US ドルの契約金の元採作用となった。しかしながらその後2018年にマーク2 1は当時のアメリカ特殊作戦軍の要件に準拠していないと判断されアドバンストスナイパーライフルプログラムのもで再入札され バレット・マラットと再度競合の結果、2019年にバレット・マラットがマーク 22ASR として選択された。2021年予算において、アメリカ陸軍及びアメリカ海兵隊はマーク 22ASR を今後の正式なボルトアクション方式狙撃銃として予算申請している。弾薬は338ラプアマグナム弾。 338ノルママグナム弾、300ウィンチェスターマグナム弾、7 6 2 x 5 1ト、mm、ルナトウ弾を、クラス1メンテナンスで、使い分けができ、重症は右に、折りたたみができる、サイドスイング式、チークピースとバットプレートは相手に合わせて、調節可能。後傾の変更を容易にするために、ボルトには、取り外し可能なボルトヘッドが装備されており、 その交換で適切な光景に変更される。ボルトヘッドの3本のラグで薬室をロックする。重心はハンドガードに接しないフリーフローティング構造を採用。MK21PSR 仕様ではハンドガードを外さなくてもバレルナットにアクセス可能であり、重心の交換を簡便にしている。レシーバーは同社の M24 を元にしているが、 高威力の弾薬を使用できるように構造が強化されている。ピカティニーレールはレシーバー上部及び軽量化と放熱のための肉抜き穴が多数あるハンドガードの上下左右に装備できる。また、スコープ等を装着しても7 7ラムほどしかならず、狙撃銃としては軽量である。命中精度に関してはバーンズ射精。 もしくは ATK 社製の弾頭重量300グレーンのマッチグレード弾薬である。338ラプアマグナム弾を使用した場合は1000メートルで 0.7MOA という驚異的な数値を叩き出している。ありがとうございます。